属の石戸明、組織部議長を務めます芳賀誠による、激アツ演説でございます。よろしくお願いいたします。良識ある水橋歩行中の、皆様、我々は民族の石同盟でございます。私ご紹介に預かりました芳賀と申します。本日は当同盟は、近々迫ってまいりました安倍晋三による国葬反対、なぜなのか、それを訴え続ける集会になります。我々と考えが違う極左の立ちも反対ではありますが、我々は同盟独自のなぜ国葬を安倍晋三に対し国葬を反対してたかと、それを皆様に訴えるべく本日同志の集まり水道橋集会にやってまいりました。我々は党同盟民族の石同盟と申しまして、24時間365日日夜邁進し活動しておる団体でございます。今の混迷極めた日本、それを打ち砕く人間が誰もいない、そうです、みんな人任せではないですか。政治家なんて当てにならないんです。皆さんも人のせい、人の勝手、それは何、他の人にやらせればいいだろう、普通に暮らせればいい、そういう人はいいと思います。しかし皆平等でなければならない、普通の生活が皆できなきゃならない、生活保護を受けるとかね、大変な生活、そんなやつら一人もなくさない、そういう生活が必要なんじゃないですか。それを結局できなかったのは首相歴任最長だった安倍晋三じゃないんですか。安倍晋三ね、あいつはね、一応英雄化されていますが、我々にとっては国賊なんであります。愛国でね、愛国心を持ちながら、実は国賊、売国奴なんですよ。一時期言っとりましたね、国籍や国境にこだわる時代は過ぎ去ったと言っておりますが、何を言ってるかと、他の国、白人どもは国籍、国境を大事にしてるんですよ。我々は島国、島国日本は海に囲まれて迫られる、それは船なり飛行機であろうが、その国防力を作らなきゃダメなのに、何が国境ない、 国籍などいらないと言ったんでしょうか、あいつは。それを踏まえながら安倍晋三は、そうです、外国人労働者に緩い門戸を開けた、それで安い賃金で実習生、外国人実習生を雇い、ビザも緩和させ、
安い給料で働かせた。それにそんなことしたから日本人雇いな雇われる雇い止めがあったんじゃないですか。え、なんで一番大事な日本国民をそういう邪気にして外国人労働者それを優遇させたんでしょうか。あいつはさあおかしいぞ。そういうことをやったから物価は高騰、しかし物は安く作れると思ったらそれは従業員は安い賃金ですよ。外人は外国人ね、実習生は本当に安い給料で働いてた、奴隷のように働かれてる。それでも何食わず顔で外国人実習生は働いてんですよ。それはかわいそうではありますけど、でもそれでも何も文句言わず働いてる奴らがいるから、我々の高賃金給料を上げとる日本人は雇われなかったんじゃないですか。文句をたらたら言うから、まず初めにそんなね、どこの国か知らねえ外国人を雇うより、まず日本人の雇用が大事だったんじゃないでしょうか。これこそ国賊、国を日本に売ったってことなんですよ。他にもいろいろありますよ。私ね、批判的に言っていた経済政策を一緒にやっていた竹中平蔵に対して愛国者ぶりあったん、愛国者ぶり確認いただけないのかと。何が確認いただけだ。竹中平蔵ほどゴミな改革をしたやつはいないじゃないですか。成功したんですか。これで物価は高騰、税金は上がる、そして私は頑張りましたみたいなことを言ってますけど、コメンター一人で言ってますよ。全然失敗してんじゃないですか。それも安倍の失敗した理由じゃないですか。そんな英雄視される人間であったんでしょうか。我々は主に国葬を挙げたやつ、そうです、例の吉田茂、それ以外誰もいない。あとは自民党党内での葬儀、佐藤栄作もそうです。そして今回に限って安倍晋三は国葬になっていると、なぜ我々は思う。売国と安倍晋三、そして安倍内閣、日本を海外に売ってしまったやつ、それをなぜ国葬にするんだって話なんであり、あいつの内閣時代の嘘の公約違反、売国政策、もう数数えるたくさんありますね。ビザ免除、先ほど言いました緩いビザ免除、大臣に対してそんな奴らがね、いるもんだから、私の住んでいるところは今無法地帯になってんですよ。そして私は近隣住民に聞きました。クレームを入れる、日本語わからない、じゃあ警察に言おうか、警察もお手上げ状態だ、そういう日本になってしまった。そういうね、悪どい人ね、いや、いい人もいますよ、外国から来る留学生、真面目なやつもいるけど、悪いやつほどとんでもないのが、まあ、ただ多し、そんなやつらを受け入れた安倍晋三、そこまで緩くしている、我々の生活を邪魔させよん、我々の生活の方が大事だったんじゃないですか、日本人の。それ国を売る売国奴になっちゃったんじゃないですか。そんな人間を我々は同盟と一緒じゃ国葬に値する人間ではないと訴えるんであります。それでは案の定オリンピックの時点でもグダグダだった話でありますが、国葬に対して
普通の葬式なんですけど、まあありえないんですけど、招待状というのを出してるみたいです。そして著名人に招待状を出す、招待状を出す時点でおかしいんであります。はい。そして某演出家とか関わりがない人にも出されて断ったり、そして野党の腐れ辻元にも出したけど欠席しますと、それは当たり前なんです。しかし葬儀というものは参列したい者だけが行くんである。出血なんか取る必要はないんであります。国葬、私が思うにそれはね、国民的スター、そして戦後その混乱の日本夢を与えてくれた人が国葬に値すべき人間なんじゃないですか。政治家だけが国葬、そういうわけじゃないんです。私の趣味になってはしまいますが、私は世代ではございませんが、プロ野球で言えばミスタープロ野球じゃないですか。まあご健ね、今ご存命だから名前はねあれなんですけど、国葬に値すると私は思うんですよ。日本全国がもう夢を希望を与えたんじゃないんですか。しかしながら今のね読売は紳士たれではございませんが、それほどの国民に影響を与えた人間が国葬にあるべきなんです。国民栄誉もそうでしょう。それで皆さん、先ほども私は言いましたが、反対反対、皆さん多分反対なんでしょう。言われてみれば反対だわ、人の自分らの税金だから反対っていう人が多数だと思います。そして対立する極左の人もまあ理由分からず反対してます。でも我々は独自のその安倍政権か内閣かで売国、日本を売り物にしちゃった、何でもかんでも隣の隣国中共に牛耳られてしまった、結局そうだったじゃないんですか。それで栄誉をたたえ国葬というのはいかがなものかと私は思っております。本日我々民族の一同盟は、その今回の集会のテーマとしては、国葬反対にする、反対に対する安倍晋三の功罪、それを訴え、しかし功罪と言いながら私は言いましたが、功は一つもなかったんではなかろうかと感じております。死人に口なしではございます。そうです、実の弟も車椅子でへたれて引退すべきなのでありますが、野郎は病気で死ねば特に亡くなりましたで終わった。おそらく安倍晋三も普通の病気で亡くなればそれで終わったんでしょう。しかしあいつは一発の銃弾で倒れたんです。一発の銃弾で倒れた、そういうことだったからこそ国葬だったんじゃないって言うんでしょう。政権はそんなことで言ってるんじゃないんですよ。じゃあみんな全員ピストルで撃たれれば全員国葬なんですか。そうだったら本望ですよ。皆さん、我々ももう7月から訴えておりましたが、そういうね、でも死人に口なしです。もう本日をもって安倍晋三に対してはもういい加減飽きています。では皆さんが飽きてると思います、忘れてると思います。